廃線。廃線とは、鉄道路線などの営業を廃止すること。または、その廃止された路線のこと。事務手続き上の扱いは、休止となっているが、実態は事実上廃線状態になっている場合も、含めるともある。ある鉄道路線が廃線になる要因としては、以下のようなものが挙げられる。なお、下記の複数の条件に当てはまりながらも地道な努力と、 周辺の支援により運行を継続している鉄道もある。長子電気鉄道もその一つである。この要因が廃線の原因としては最も多い。日本の鉄道では国鉄、JR やその他の鉄道会社が自主的に廃止を決定したもののほか、1968年、昭和43年から行われた赤字83線に指定されたもの、 1980年代に行われた国鉄再建法に基づく特定地方交通線に指定されたものなどがある。太平洋戦争中に不要不急線として休止され、レールなどの資材を供出し、戦後鉄道路線として復活されないまま廃止となった路線もある。旅客、貨物の減少の要因としては、1960年代までは、 バスやトラックの発達が主要因であったが、それ以降は自家用車の普及、モータリゼーションが主要因となっている。戦北鉄道の場合、営業末期には旅客、貨物ともに再生期より減少していたが、赤字を出すほどではなかった。しかし車両及び施設の更新に多額の費用がかかることから、鉄道を存続させるよりもバスに転換する方が、 特策という経営的判断による廃止であった。すでに昭和初期において、バスやトラックとの競合に敗れて、廃線、廃業となっていた軽便鉄道や人車鉄道も買った、軽便鉄道と人車鉄道は普通鉄道のような、高速大量輸送が困難だったため、自動車との競合に対抗できなかった。また、沿線人口の減少、過疎化が利用客の減少を招く場合も多い。 近郊部でも国鉄改革に伴う貨物輸送の大幅な変更、詳しくは1984年代や改正での貨物列車整理を参照によるシャーツ貨物の減で別府鉄道のように廃線に追い込まれた路線もある。ローカル線沿線の人口の減少については1960から70年代には工業、林業の衰退や 技能の増加など産業構造の変化によるものが要因の一つであったが、21世紀初頭では出生率の低下による影響も大きい。自家用車の普及により通勤需要の少ないローカル線では高校生を中心とした通学利用が主要な収入源。実際は通学利用だけでは採算が取れないことが多いとなっているため、少子化による通学利用客の大幅な減少は廃線につながる。 要因の一つとなっている。利用現象の赤字による廃線ではあるが、鉄道会社そのものの倒産や廃業など、経営破綻をしたことが直接の原因となって、廃線となった例もある。この例としては、武州鉄道、万代急行電鉄、おすべつ鉄道がある。また、布引き電気鉄道や光明電気鉄道は末期には、事実上の経営破綻状態で、 電気代が支払えずに送電を止められ、とどめを刺されたことで線となった。慢性的な赤字状態で、ついには、地域の公共交通の維持のためとして、地方公共団体から支給されていた、補助金が打ち切られて、会社存続が不可能となり、会社解散、廃線となったものもある。この例としては、野上電気鉄道、栗原電園鉄道がある。第三セクターの三木鉄道の場合は、 慢性的な赤字と、三木市の財政難のため、市長選挙で、鉄道廃止派の籔本義秀が当選したことが、直接のきっかけとなり、廃線となったものである。接続する路線が廃線となったことで、連鎖的に廃線となったケースもある。非前電気鉄道がそれで、この場合は、起点の延田駅で接続し、商船への連絡手段となっていた。 有徳軌道が廃線となったことで止めを刺される形となった。また東部日光工作鉄道線も第二ろは坂道路の開通と馬開始駅で接続していた東部日光軌道線の廃止によって廃線となった。別府鉄道野口線の場合は接続する国鉄高砂線の廃止前に廃止されたが同線の廃止への動きの影響を受けたものだと言える。これに近い例として 石川県南部の温泉地を結ぶ観光路線であった北陸道下南線は国鉄接続駅に優等列車が止まらなくなったことがダメ押しとなり廃線に追い込まれた。乗客流動と関係しない例として阪神甲子園線は廃止直前でも12分間隔で運行するなど比較的利用者があったが車庫のあった阪神国道線が廃止されることとなり 道連れとなる形で廃止となった。技術の進歩により、長大なトンネル、橋梁などの敷設が可能となったことを活かして、観光廃で重量貨物列車が運行可能な新線が引かれ、それ以前の急線が放棄されることがある。北陸本線や東北本線などのように新線が、急線と全くかけ離れた場所に敷設され、急線が廃線となった事例もあるが、 高度成長期には地域の利便性よりも都市間輸送に重点を置いた側面もある。また、電化に際してトンネルの断面が狭く、電化の障害になるとして新たなトンネルが開削され、旧トンネルとその取り付け部の区間が廃線となったケースもある。また、公害改良ではないが、旧曲線が連続している区間のスピードアップや、輸送力強化のため急線に近い場所に緩い曲線の 新線を設け、当該区間の急線が廃線となったケースもある。さらには、急勾配や急曲線の改良、電化のための新しいトンネルの改作などの複合的な改良を伴う新線の建設により、急線が廃線となったケースも多い。なお、風光明媚な廃線が観光鉄道として復活する例がある。 山陰本線の急線を転用した佐賀の観光鉄道や台湾鉄路管理局旧山線、スイスのマッターホルーンオッタルド鉄道の新古河トンネル海に伴い廃線となった区間が古河山岳上機鉄道として復活した例などがある。上の例に似ているが、運行形態などの全く異なる新線を付設したことで並行する在来の路線が廃止された例もある。 大都市部では、従来の路線に並行して、別の事業者による地下鉄路線を付設し、その路線に乗り入れる運行形態に変更して、従来の路線を廃止する事例が見られる。この例としては、筑肥線、博多名野浜間、福岡市地下鉄1号線乗り入れ、京阪京新線、京新三条五両間、京都市営地下鉄東西線乗り入れ、東急東横線、 横浜桜木町間横浜高速鉄道港民線乗り入れなどが該当する。なお名鉄小牧線、安島大城飯田間は営業主体が変わらないため蒸気の線形の改良にも分類できるが建設主体は別であり事業種別も第一種から第二種へ変更されていることからこの分類に該当する。これ以外の例としては高規格高速路線が 平行区間、資金区間に開通したために、在来路線が廃止された例も多々ある。例えば、最大寺鉄道や河鉄道は、国鉄阿口線が開業したことにより廃止され、また、大阪市南部を走っていた南海平野線は、大阪市営地下鉄谷町線の天王寺、八尾南間開通に伴い、大部分が平行区間となるため廃止された。 北陸新幹線の一部先行開業で廃止された、並行在来線である、新越本線の横川軽井沢間、薄い峠等、新幹線の開業に伴う廃止も広い意味ではこれに、当てはまる。また、1970年代に、近鉄大阪線の列車衝突事故を機に、まだ計画段階だった、複線化計画を前倒しして、工事を行った例もある。この時、 三線の急線は、伏線新線の完成と共に切り替えられて、廃線となっている。2017年現在、事故があった相谷トンネルを含む急線のトンネルは、残存しているものの、線路は取り払われている。未納温泉の未納工作鉄道等、かつて、日本国内の数カ所に存在した、温泉旅館内のケーブルカーは、現在は、鉄道営業法上の正式な、 鉄道扱いのものはすべて配線になっているが、これは技術革新による長大なエレベーターやエスカレーターの設置が可能になったための配線で鉄道の新線に置き換わったわけではないものの、広い意味でこの例に含めることができる。また、関電トンネルトロリーバスは2019年に予定している車両の更新に際して充電式のバスに置き換えることとなり、 営業実態は大きく変わらないものの、鉄道事業法の適用される、無機上電車事業としては廃止となる予定である。ダム建設予定地にかかっていたり、河川や道路の改修などの公共事業において、障害となるため廃止、線路付け替えとなった路線もある。これは、東武伊勢崎線、金ヶ淵駅北千住駅西新井駅間、荒川放水路建設に伴う、ルート変更、 大井川鉄道井川線、福塩線、飯田線の各一部区間などが該当する。この場合は、旧線での営業を続けながら、新線を建設し、運休期間をほとんど作らないことが多いが、東急新玉川線、2000年に、田園都市線に編入のように、旧線である、玉川線とは別途で免許を取得し、玉川線の廃止から新玉川線の開業までに8年、 近くの機関が開いた事例もある。また稀なケースではあるが、新線の完成前に、急線から、ルートの異なる暫定な新線へ切り替えた例もあり、草木ダム建設時の足尾線、原、渡らせ、渓谷鉄道渡らせ渓谷線が、その一例である。また名鉄岐阜市内線の岐阜駅前から、新岐阜駅前間は、道路工事のため2003年12月から、 営業休止となったが、この区間は、岐阜市内線が不採算のため2005年3月末で全線廃止となったため、その後一度も電車が走ることがないまま、廃止されてしまった。また明期バイパス建設に伴い、交差する踏切回避のために、立体交差化かか廃線かの判断を迫られて、結局廃線となった名鉄市の宮線や、わずか、 半年間の一時的な地方博に過ぎない岐阜中部、未来博覧会会に伴いアクセス道路の自動車通行の阻害になることを指摘され、廃線となった名鉄岐阜市内線、長良線をここに含められるものである。新線の建設予定地に既存の鉄道路線がある場合、線路用地確保のためにその鉄道路線が廃止された例もある。高和歌鉄道、名鉄コロモ線、 宮崎交通線は、国鉄新線の建設、それぞれ、湖西線、岡田線、日南線における、用地確保のため廃止された。他にも定山系鉄道の一部は、札幌市営地下鉄南北線の、南海天皇寺市線の一部は、大阪市営地下鉄堺筋線の、土佐電気鉄道脇線は、土佐黒潮鉄道5面、那覇線用地の一部になっている。 このような場合戦前はその民間の鉄道路線を買収して国鉄線に直接編入していたが戦後は車両、路盤などの諸設備において国鉄と私鉄の規格の差が大きくなったため一旦私鉄路線を廃止し線路や設備を撤去しその用地上に改めて線路を建設する方策に変わっていた。また、高和化鉄道のように線路用地の流用率が低く 新線開業に伴う廃止保証に近い側面を持つ場合もある。しかし廃止してから新線が開業するまでに鉄道空白期間が生じるデメリットもある。かつては路線自体が全く並行していなくとも路線の目的が国鉄新線と重なるため保証金を払って既存の鉄道を寄させた例もあった。例えば、朝倉軌道は 国鉄天城線の開業に伴い廃止されたが、福岡、久留米と天城を結ぶという点以外天城線と競合する要素は全くなく、並行する区間もなかった。また北伊那鉄道のように、国鉄下路線の敷設を前提に廃止されたものの、国鉄路線が未成線のままに建設が中止された例もある。この場合は、結果的に旅客、 貨物のの減少にによるる。廃線と同様の形態になっている北丹鉄道の廃止も、その後北近畿丹後鉄道偶複線がほぼ同ルートに開通しているのでこの例に含まれると思われがちだが、実際には宮復線は当初は北丹鉄道の北側終点付近と宮津を結ぶ計画でり、福知山とを結ぶ計画に変更されたのは北丹鉄道の廃止後であった。したがってこのケースは、 利用者や貨物の減少による廃線に分類する方が適切と言える。なお、国鉄路線の開通によって、既存の国鉄路線が廃止された例もあり、中央本線の支線である、下河原線がそれにあたる、国分寺東京競馬場前間の大半が、武蔵野線の建設予定地と重複、並行していため。淡路鉄道の場合は、本州及び、 四国と橋が架けられ、地続きになった際には、国鉄直通路線を付設する計画もあった。明石海峡大橋が道路専用橋として建設されたため、四国新幹線はトンネルを経営する構想になっている。東日本旅客鉄道、JR 東日本の東北本線、東京上野間の列車線は、東北新幹線の東京延伸のために、 1983年1月31日、限りで廃止され線路用地を譲った。ただしこれは、路線の廃止ではなく、これまでに挙げたものとは性格を意味する。なおこの線路は、上野東京ラインとして2015年3月14日に、復活した。地震、水害、土砂崩落といった災害により、路線が寸断されたことが原因で廃止された路線も、数多くある。 また、被災前から、沿線人口や旅客、貨物の減少という廃線の基礎条件があり、自然災害での被害をきっかけに廃止された路線も、少なくなく、講義では経営の悪化による廃線と言えなくもない。仙北鉄道、草軽電気鉄道、近鉄八王子線と松本電鉄上高地線の一部区間や、岩泉線、湯ゆ線、東濃鉄道立線、鹿児島交通枕崎線、 高千保鉄道高千保線などが該当する。現在では、災害で大被害を受けた場合に、災害復旧事業の一環として、鉄道を復旧させる事例も多いが、被災状況によっては予算を捻出できず廃止となる、こともある。また、災害や、その復旧に伴う、線形改良で急線が廃止となるケースも存在する。 重要幹線は復旧工事の費用を当該路線の運賃収入で充当できることが多いため、特幹工事で復旧工事が進められ、阪神、淡路大震災で甚大な被害を受けた山陽新幹線、阪急電鉄、阪神電気鉄道など数ヶ月で全線復旧した一方、ローカル線では復旧費用の年出が困難、幹線と異なり復旧費用が 運賃収入を大きく上回ることが多いなことから、地元自治体に復旧費用の一部を負担を要請せざる得ず、結果として年単位での長期間を要したり、気仙沼線や只見線など復旧が父として進まないケースも見受けられ、長期間の普通の後に復旧しても利用者の一層が著しく、結果として廃線となってしまうこともある。例、島原鉄道線の一部区間、 なお、阪神、淡路大震災では、山陽電気鉄道の西大駅板宿駅間の地下化工事が完成間近であり、周辺被害も相当であったため従来の地上区間の復旧は行わず地下線で開通させた事例もあり、旧路線はそのまま廃止された。これも廃線の一つである。戦争が鉄道の廃止を招いた事例も存在する。これの代表的なものは、 前期に示した不要不急線であるが、太平洋戦争で戦場となった沖縄県の鉄道は戦闘で破壊され、そのまま消滅した。日本統治時代の台湾兵東線海岸地帯の林編放領館もレールが撤去され、廃線、休止となった。また戦争の影響による鉄材価格の暴騰に乗じて、鉄道を廃止し、資材を売却したケースも、 長子遊覧鉄道、廃線6年後に長子鉄道、長子電気鉄道として復活などのように少数ながら存在する。しかしこれも背景に旅客、貨物の減少があったものが多い。日本国外でもヒジャーズ鉄道やスーダンの鉄道などの例がある。また、朝鮮半島では第二次世界大戦後の南北朝鮮の分断と朝鮮戦争の影響で 軍事境界線をまたいでいた四路線の一部、または全区間が線となった。この内景気線など二路線は2007年に復活運行が行われている。異質な例としては、廃線により、日本陸軍が解体されたため廃線となった鉄道連帯演習線がある。後に神経性電鉄と陸上自衛隊演習線として復活したが、後者はその後の環境の変化もあって、 再び廃線になっている。鉄道事故を起こしたことにより運行停止処分を受け、そのまま廃止になった例もある。今のところ該当するのは、京福電気鉄道営平時線のみ。なお、運行停止処分の原因となった事故は、越前本線で発生し、詳細は、京福電気鉄道越前本線列車衝突事故を、参照、京福側は事故以前から、 京福電気鉄道福井支社の全線廃止の意向を示していたが、地元の強硬な反対運動で、永平寺線の未廃止、越前本線、三国あわら線は越前鉄道に引き継がれている。そのため、この例は利用者や貨物の減少による廃線にも分類できる。点検時に車両や線路などに老朽化や設計強度不足による安全上の欠陥が発見され、 その鉄道会社、または、運輸局の判断により運行が停止となり、回収せずにそのまま廃止になった例もある。今のところ、これに該当するのは、ドリーム開発ドリームランド線、小田急向ヶ丘遊園モノレール線、北陸鉄道近名線である。ドリーム開発ドリームランド線については、親会社の大英の経営破綻による、横浜ドリームランドの閉鎖などがあって、 事業再開を断念し、廃止となった。乗客数の増加に対して、伏線化のための敷地確保の難しさや、予算不足で廃止になった珍しい例もある。これに該当するのは、単線の路面電車であった、名鉄機線である。廃止後はバスによって代替された。他に、同社の名鉄高富線などがある。記録上の廃止日とは、 最終営業運行日の翌日である。例えば、4月1日廃止といえば3月31日が営業運行の最終日であり、3月31日限りで廃止、廃線ということである。最終列車が0時を過ぎる場合は、暦の上では廃止日と同日になる。廃止区間内に夜間退泊する列車がある場合は、最終列車後に臨時列車として存続する。 区間内まで改装されることも多い。資料によっては、しばしば最終営業運行日で記述されることがあり、後年の調査の際に解釈の違いによって混乱を招くことがある。ただし、公式の廃止日に営業運行ではなく、イベントとして無料で廃止記念列車の運行を行った例もある。例えば、名古屋市電は1974年、 昭和49年3月30日まで営業運転され、3月31日に無料運転を行っているが、公式な廃止日は3月31日である。新潟交通電車線は1999年、平成11年4月4日を営業運転最終日として運行し、廃止日の4月5日には営業運転を行わず、生体保存する電車2両と、 雪かき車の改装運転を行っている。廃線となった区間の鉄道用地や駅などの建造物、またトンネルや橋梁などが道路他に転用されたり、もしくは転用されないまま山野の中に土木構造物の移行として放置されている状態を廃線跡という鉄道路線は細長く、他に転用することが難しいため、廃線当時のまま放置されている廃線跡も多い。 また、道路に転用されていても、鉄道路線独特の直線や緩やかなカーブを主体とした線形を保っている場合が多い、バス専用道路、サイクリングロード、遊歩道、緑道となる場合もある。古戦橋、橋台など、鉄道施設の撤去はそれまで鉄道事業を行っていた者が行うことが基本であるが、乗客源による資金難で廃線になった路線などでは、 撤去資金が捻出できずに放置されてしまうことある。施設が行政に譲渡された場合などには、駅跡などにはそれを示すモニュメントなどが作られていることもある。配線区間内でも市街地に位置する駅の跡地については、バスターミナルや交通場として再整備されたケースも多い。趣味的な観点ではなく、地元に馴染みのあった鉄道路線が、 後年まで住民に認識されている例も見られる。一例として、山梨県甲府市と高地区には、廃棄道と呼ばれる通りがあり、バス路線の名称にもなっている。店舗などの案内地図や山梨交通が配布するバス路線図にも記載されているが、これは山梨交通電車線の廃線跡のことである。かつて鉄道路線があったことを伺わせるものは、名前以外に特に現存しないが、 廃棄道の通称は地元で認知されている存在である。他方、山間部などでは廃線後に線路が撤去され、その後長い年月を経て完全に元の自然の姿に帰り、トンネルも崩落するなど現在では近づくことも安全とは言い難い。廃線跡というのも少なくない。また、都市部の場合には都市開発や宅地化の進展、農村部でも 補助整備に伴う区画整理などによって、配線跡の痕跡が完全に消滅している場所も珍しくない。その他、特に線路時期として、道路脇や河川時期、堤防場を利用していた場合には、道路の拡幅や河川改修などによって、配線跡が全く痕跡を止めないケースも多い。鉄道の廃止後も、整備、改修の上、 廃線跡が活用されている事例としては以下のようなものがある。外概して廃線跡は利便性のあまり高くない場所に幅数メートルの狭い土地が延々と細長く伸びるという形状になりがちであり、道路、線路、保存以外の活用例は少ない。廃線後も復活に期待して線路などが維持、放置される例もあるが、手宮線や越後交通長岡線など、 実際に復活した例は、他の鉄道線とするために一時的に廃止にした事例を、除けばほとんどない前日の銚子電気鉄道線や、壁線の一部区間など。また、レールや枕木、河川などの施設等は撤去したものの、前例のように将来の復活に期待して、跡地、用地は、元の鉄道事業者が所有している場もあるが、これも前期の例同様、復活を遂げた例はない。 鹿児島交通枕崎線などただし、路線単位ではなく、線路単位では、東北本線の東京上野間の列車線が、線路用地を東北新幹線に転用するために1983年1月31日、限りで廃止されたが、上野東京ラインとして2015年3月14日に、復活した。路線単位の廃線復活ではない理由は、 廃止された区間を並走する京浜東北線と山手線も同区間は正式には東北本線だからである。スコットランドでは1969年に不採算路線として廃線になったボーダーズ鉄道の1路線全48キロがリニューアルされ2015年9月9日に新鉄道路線として復活している。廃線後は 廃止から長い時間を経ている場所もあり、歴史の流れの中で宅地化したり、逆に自然に帰るなどで、そこに、かつて鉄道が存在したことを想像できないような、場所に、周囲と不似合いな構造物が存在する情景に、興味を持つ廃線アトマニアというものも存在し、鉄道ファンのうちに分類される。地道に研究を続ける鉄道史研究者や愛好家は、以前から存在したが、 1980年、昭和55年頃より一部の鉄道趣味の出版物でも取り上げられ、鉄道、土木技術の発展の流れが産業考古学の一分野として注目されるようになり、1990年代には廃線跡そのものを題材とした書籍が多数発売されたり、一般情報誌などでも取り上げられることで、廃線跡を訪ねて歩くことも世間に認知されつつある。 この場合の探訪の対象には、廃線だけでなく、建設中に何らかの理由で放棄された、未成線も含む。この分野で有名な文筆家には、堀順一、宮脇春蔵が、写真家には、丸田昭蔵がいる。たとえ廃線、同様の状態となっていたとしても、廃線に含めないものがある。例えば、などは、廃線とは言えない。前者については廃線に含める場合もあるが、 正式な配線ではない。また、校舎は、そもそも路線として営業されたことがないので、辞議上、廃止された路線の配線の定義には該当しない。日本語版に記事がある配線のみ掲載。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。